尖閣諸島沖で起きた漁船衝突事件で、海上保安庁が撮影したとみられる映像が突然ネット上に流出しました。本当の尖閣、海上保安庁と題され、投稿者は戦国38と読めまして、昨日午後10時ごろ動画サイト YouTube に現れました。で、映像は6つに分かれていまして、合わせると40分以上に及び、停戦を呼びかけるシーンや漁船が船に衝突する瞬間が盛り込まれています。この映像は今朝までに削除されましたが、それまでにアクセスは10万回以上にも及んでいます。で、この映像の削除後もコピーされたとみられる映像が次々と投稿されています。